はい、こんにちは。ギター講師、ウクレレ講師の斉藤雅人と申します。今日はですね、ご質問結構いただくようになったんですけども、ストラップについてこちらをお答えさせていただきたいと思います。はい、皆さんストラップって使ってらっしゃるでしょうか。これですね、まあ人それぞれなんで一概にどっちがいいっていうのは言えないと思うんですけども、これですね、こういうストラップです。いくつかね、種類があるんですけども、このストラップどうなの、必要なのっていうところからなんですけども、まずですね、やっぱストラップを使う方というのはですね、大体その立って演奏したいとか、あとコンサート以上ですね、ウクレレって小中大の3種類大まかにサイズがあるんですけども、小のサイズだったらまあちっちゃくて割と持ちやすい、抱えやすいので必要じゃないなって思われる方多いと思います。ただコンサート中ですね、もしくは、テナーという大のサイズになってくると、ちょっとボディ自体が重くなってきます。僕の今持ってるウクレレはこちらテナーなんですけども、僕身長175センチぐらいです。にしてもちょっと大振りなので、僕はストラップをね、つけてるんですけども、なのでちょっとサイズが重いかな、抱えて持つの大変かなっていう時はストラップをね、使うことが多いと思います。あと立って弾かなくても、やっぱ座って弾く時でもですね、安定させたいという目的で使用することもありますね。コードで、ストロークとか、なんか何でもいいんですけども、こう演奏中にボディがなんかぐらつくなぁと、なんか抱え込み方悪いのかなということ でそれに伴ってですね、ボディがぐらついてしまうからというのと、あとストラップがないと体とか右手とか、なんか ここで支えなきゃいけないので、一つ仕事がね増えてしまうというのと、姿勢が悪くなりますね。やっぱり楽器全般に言えることなんですけども、どんどんこう猫背になっちゃうんですよね。猫背というのは肩、腰、首、いろんなとこ痛みやすいですし、内臓もね圧迫して多分血流悪くなっちゃうということなので、健康第一に考えると、やっぱねこう常にいい姿勢で演奏したいんですけども、ただ集中していくとどうしてもこうなってきちゃうので、それ予防のため、猫背回避のために使われるっていうのも全然ありかと思います。僕個人的な話なんですけども、テナーとかコンサートだったらストラップつけようかなとは思うんですけども、ソプラノサイズを弾くときはですね、なんかあんまりつけたくなくて、というのもなんかソプラノってちっちゃくて可愛いんで、パッと取ってすぐちょろちょろ弾ける、あの感じが好きなんですよね。持ってこうやってかけてつけてとか、もしくはねこうピンつけてとか、それがめんどくさいんですよね。パッと持ってすぐ弾ける手軽さ、なんかすぐ3秒で弾けるみたいな、なんかそれがですね結構魅力だったりするんで、結構それ大きいと思うんですよ。なので僕はソプラノを弾くときはつけないかなというイメージです。もちろんね、演奏内容によってはつけなきゃちょっと厳しいかなっていう時もありますね。例えばソロウクレレ系をして、結構ハイフレットとかもバリバリ弾くし、支えにくいこう指開くフレーズとかもたくさん出てくる、いろいろ自由自在に弾きこなしていきたい、やってみたいっていうことであれば、多分ストラップはねすごくいいと思いますので、ぜひ1本1000円ぐらいから、安ければ多分5、600円とかからあると思うんで、1本を試しに買ってみてつけてみるっていうのは正解かなと思います。1本試しにね、買ってつけてみるっていうのは十分いいんじゃないか、できるんじゃないかなと思うので、1回試してみるっていうのがね、何よりかと思います。でこのストラップなんですけども、いっぱいネットとか見ると売ってますし、どれ買っていいか分かんないって方多いと思うんですけども、大まかにストラップって2種類あると思ってください。まず肩にかけるタイプ、そしてポールにかけるタイプ、この2つです。まず肩にかけるタイプというのは、エンドピンというものが必要になってきます。僕はこれピックアップをこう中に、マイクをね中に入れてるので、こういうのがあるんですけども、普通の市販のやつってだいたいこれがないんです。肩にかけるタイプというのは、ここにストラップをですねかけて、でこう肩回して、このヘッドのところ、このヘッドの木とこの弦の間ですね、ここら辺に靴紐みたいなので、蝶々結びとかして引っ掛けるタイプ、もしくはここのヒール部分にですねもう一個ピンを入れてここにかけるタイプありますね。どっちにせよこのエンドピンというものは絶対必要になってきます。でそうなると工事が必要になってくるんですよね。穴開けてここに、ピンを入れるっていう工事なんですけども、だいたい楽器屋さんでやってもらって、2000円から4000円前後、ぐらいかなと、1週間ぐらい見とけばいいかなっていう感じなんですけども、お店の人が暇そうだったらすぐやってくれたりとか、なんかいろいろすると思うんで、お店の方にねぜひ相談してみてください。なのでちょっとそういう面では手間がかかってしまうかなと思います。ここにね
まずエンドピン入れて、次、まあ、ここにこのヘッドのところに紐をかけるのか、もしくはここにヒールピンをかけるのかで2択なんですけども、これはですねボディの安定性を考えるのであれば、こっちにもう一個ヒールにね、ここにピンをかけた方が安定するかと思います。というのもここからこうね肩にかけてこっち側に行くのとこっち側にストラップが行くので角度が違いますよね。やっぱりこう鋭角、この角度がきつい方がもちろん体にフィットするし、こっち側に行くとちょっとぐらつきやすくなる。こっち側にヘッドの方にこう紐で縛るタイプはここら辺で演奏した時に親指がちょっと当たりやすくて、ここですね、邪魔になりやすいというのがあります。ちょっとそれをまあ避けながら十分ね演奏できるとは思うんですけども、たまに当たる時もあると思います。そういう面ではこっちのネックのヒールにピンをもう一個刺してしまって、こことここでやった方が演奏性はさらに上がります。ただなんかそこまでなーって、ちょっとそれだと工事とかもね、上乗せ料金まあおそらくかかると思うので、そこら辺はちょっとね要検討だと思いますけども、まあ最初ね手軽さを考えるんだったらこちらにかけてみて、で親指当たんないようにね、ちょっと紐の長さ長くして、ここら辺にストラップが来るようにして、紐のねこう輪っかを作るのをちょっと大きくすれば、ストラップがすぐここに来ないで、ここら辺からストラップ、あとはここまでが紐って感じなんで、親指ちょっとこう与えにくくなると思います。でもそういう風にですね工夫して、されてる方多いんじゃないかなと思います。次はですね使ってるのはこのホールにかけるタイプなんですけども、僕はですねジェイクさんのストラップをね使ってますけども、要は同じでここにこう引っかかりがあってですね、こういう感じでフックがあるんですね。フックをここにサウンドホールに穴に引っ掛けて持つタイプです。でこれはですね工事が不要になります。何の工事もいらないですね、引っ掛けるだけですから。なので非常にお手軽だと思います。ただ右手で支えてるんです、ここで。なので右手離すですね、こうペローンってこう落っこちるんです、こんな感じで。まあそうですね、ここ紐がこうなって、ここ下ねこういう風になって、ここにかかってるわけですから、これ離すとまあこうペロンと落ちちゃいます。なので右手で常に支えてある必要がある。そういう意味ではちょっと自由度は減ります。ただ僕はその自由度が、逆にいいなと思っていて、いろんな風に動かしながらこう演奏できるんですね。そう、途中とか演奏内容によってはちょっとネックをクッと上げてこう指広げて弾いたりとかしやすくなると思うんで、逆に僕はこれがベストだと自分の中では思っています。普通ここはねなんかフックみたいになってるので、こんな感じですね、フックをここに引っ掛けるっていうタイプが多いと思います。ただそのフックもですねプラスチックでできてるやつとか、あとゴムでできてるやつ、いろいろ、あと、ね、布みたいなのがこうふわっとこうかかってるみたいなやつもあって、硬いプラスチックとかでできてるやつだと、このサウンドホールのこの縁にやっぱりこうガリガリガリ傷がつくんですよね、ここに。僕のやつもこれちょっと ついちゃうんですよ、ここね硬いから。見えますかね、ここら辺がちょっと塗装剥げちゃってるんですよ。これストラップここねかけてるからなんですけども、ちょっとこういう傷がつくので、なんかそういうの気にする方はこのフックの部分がゴムでできてたりとか布でできてたり、柔らかい素材のやつを選ぶと、無傷になると思いますので、ちょっとそこら辺ね気をつけてご検討してみてください。で僕が使ってるこのジェイクストラップなんですけども、すっごいおすすめなんですけども、今めちゃめちゃ品薄状態で、今ちょっとネットで見たらなんか楽天の本当に奥の方にあったみたいな、なんかそれぐらいのやつか、もしくはもう中古狙ってメルカリ行くかとか、なんかそういう感じにね多分なってきちゃうと思うんですけども、一応僕ねこれ予備で2個持ってはいるんですけども、これですね普通こんな風にペタンコになってないんですよね、だいたいフック型になってます。
なぜ僕はこれがいいかというと、ストロークした時にここにボディにやっぱりこう引っかき傷ってつきやすいんですよ。すごく人差し指ね、こうジャカオリャーってやる時とか。でもこれは要はピックガードみたいな役割を果たしていて、ここに爪とか当たってもボディが傷つきにくい、かつ指がこう引っかかりにくいですね。フックになってるとちょっとこう突起になってるので、そこに指が当たったりとかするんですよね。でもこれは当たらないです。滑らかになりますから、非常に便利ですし、ストロークからこうすぐアルペジオとかって言った時に、僕は薬指と小指、まあ、ジェイクさんもほぼ同じだと思うんですけども、薬指とか小指、指の一部をボディにくっつけて安定させてアルペジオ奏法を弾くんですね。その時にここがフック状態になってると、やっぱここに指が引っかかってうまくそこにいつも支えられないんですよね。だから昔僕フック状態のやつ使ってた時は、あえて意識してちょっとこうずらして当たんないように気をつけながらアルペジオ奏法をしてたんですけども、やっぱそれってちょっとこうストレスになってくるので、すぐパッていって何の制限もなく弾けた方がいいなということで、この形状になってます。素晴らしいです。あと見た目もなんかかっこいいですね。これ真鍮でできてて、真鍮ちょっとなんかコーティングしてると思うんですけども、そうね、あのなんか見た目もかっこいい、高級感ある感じですね。ただ、めっちゃ高いです。8000円ぐらい、普通ねストラップ1000円ぐらいなんですけども、8000円ぐらいで、なんかさっきねウェブ見たら結構高騰してて9000円ぐらいのやつもありましたけどもね、ちょっと探すのに一苦労かかるかもしれないです。めちゃめちゃおすすめなんで、こういうねタイプのウクレレのストラップ増えてほしいなとは思うんですけども、もうちょっとね安くして、まあ最大の欠点としてはやっぱこう縁に傷がついちゃうっていうね問題ですけども、そこはなんか養生テープとかです、気をつけて貼ってたんですよ僕最初。そしたら傷つかなかったんですね。緑色の養生テープみたいなこうペタッと貼って、でそこにこうかければみたいな、外からも見えないし傷つかないでいいなと思ってたんですけど、なんか面倒くさくなってそれやめちゃったら、なんかやっぱ傷つきましたね。なので、あの養生テープとかしちゃえば傷つきにくいと思います。でこのストラップですね、あの真鍮でできてて、でボディにくっつけるとこういう風にですね、ちょっとこうボディとの間に隙間ができるようになってるんですよね。わかりますかね、ちょっとここにボディに完全にピタッてくっつかないようにここに隙間ができてます。でこれは仕様なんですね。ボディにベタッてくっつきすぎるとボディの振動を妨げてしまうので、ボディにあまり触れないようにこういう風に、なんかこうちょっと、ね、高さが生まれて、空洞になってると思います。で、そうするとですね、やっぱこう強く弾くとちょっと うっすらボディにこう当たってるところがミシ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 ってこう強振しちゃうんですよね。なるんですこの真鍮がミシミシミシって、あんまりいい音じゃないんですよね。でそれをどうしてるかというと、こういうふうにですね、裏に椅子の下とかに、椅子の足の下とかに、あの傷防止のテープみたいなのあるじゃないですか、こうちょっとねふわっとしたやつ、これを、くっつけてます。こういうのはジェイクさんもやってます。ジェイクさんもそういう風にしてるので、僕も真似して、やってます。でこれすると、まあこれもね、なるべくちっちゃい方が多分音良くなると、あのボディの振動をね妨げにくくなるので、こんな感じですね、ボディの振動を妨げにくくなるので、なるべくちっちゃい面積の方がいいと思うんですけども、一応こういうシールね使われてる方は皆さんそうしてます。でさらにこれコアロハとかですね、ボディの形状特殊なやつがあると思うんですけども、そういうやつはですね、少しこのフック部分をですね、こうペンチとかでこう変形させてうまくフィットするように自分でちょっと細工する必要があります。コアロハには多分これ引っかかんないんですよね。なのでもし使う場合はちょっとこのペンチでこう変形させると、割と簡単にペンチで変形するみたいですけど、僕ちょっとやったことないです。であくまでこれはテナー用として開発されてます。ジェイクさんがね使うのでテナー用なんです。ソプラノとかコンサートに関しては若干多分ここがですね、こうピコってこうはみ出ると思うんですよね。はみ出るけど多分使えなくはないと思います。サウンドホールのね形状とか含めても使えなくはないと思います。ただつけてみないとちょっとわからないというところはありますけども、はい、ちょっとそこはねご自分でちょっと試してみてください。あと余談なんですけど、僕ピックアップというものをね中に装着しているので、このウクレレではないんですけども、前使ってたカマカのテナー、普通の HF3 ですね、あれには、僕フィッシュマンのマトリックスインフィニティマイクブレンドというものを装着してて、ここのピエゾの音とあと中のこのボディの音をマイクで拾うっていうデュアルシステムのピックアップを搭載してたんですけども、こっち側に実はこうね、あのボリュームをこう
調整するノブがこれはついてるんですけども、そのマイクブレンドはこっち側にも下側にもマイクの方をね調整するブレンド、こっちはピエゾの方の調整で、下の方にマイクの調整をするつまみがを、まあこれテープでくっつけてるだけなんですよね。強い両面テープで裏ガッとこうくっつけてるだけなんですけども、それがですねストラップの、まあ、フック部分ですよね、裏の引っかかってるフック部分がそのピックアップのつまみにガン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 当たって、演奏中にガタンって中で音がして、まあ、両面テープが剥がれて中にこう落っこっちゃった、つまみが落っこっちゃったっていう事態になりまして、でそれまあちょっとね位置とかかなり工夫してリペアさんに直してもらったんですけども、ちょっとそれまたねあの手間がかかりました。多分少ないとは思うんですけども、僕の個人の失敗談としてはストラップを使う時にマイクブレンドのこうデュアルシステムを搭載してるやつで下にピックアップのつまみがある人は要注意ということになります。結構ねこれくらい長さがあるのでフック部分が結構下の方に持ってこないといけないんですけども、というわけです。お持ちじゃない方はとりあえず安めの1000円ぐらいのやつを1本とりあえず買ってみるといいんじゃないかなと思いますので、まあいろんなおしゃれなデザインのものたくさんありますから、気に入ったやつをね買われてみるといいんじゃないでしょうか。肩にかけるタイプやホールにかけるタイプ2種類ねありますので、ぜひ検討してみてください。何かねこの動画が参考になれば幸いです。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。カフェトークというところでオンラインレッスンやらせてもらってますので、もしご興味ある方は下の概要欄からぜひお申し込みください。この動画もいいねと思ったらぜひ高評価やチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。